スは好きか、ジャパンの男ならパワーを貯めるぜ、明日のライジンさ。1935年、鉱物資源ラグナイトをめぐり争ってきた帝国と連邦の領土、その二大強国に挟まれるように位置する小国ガリア公国。ガリアの豊富なラグナイト資源を狙い帝国が戦線を、帝国の侵攻部隊が領内へと進撃を開始した。ガリア公国、国境の町、ブルー、帝国との戦火を恐れ、人々は町を脱出し始めていた。この道を通るのは3年ぶりか。動かないで。見かけない顔ね、ウェルキンとアリシン。この二人の出会いこそ、ガリアに大きな影響を及ぼす運命の出会い。魚のスケッチをしていただけなんだって。兄さん、コンサラ、元気だったかい？ごめんなさい、スパイと間違えちゃった。いや、僕も妹のイカラを迎えに来たはずなのに、つい。純正よ。象徴である親子風車を撃破した。次々と侵入してくる帝国軍にブルールの人々はなすすべがなかった。帝国軍の奇襲から2時間足らずでブルールは制圧された。戦争が始まった。こうなることをしていたつもりだ。
中の死んでしまう。こんなことできるなんて今でも信じられない。ここが僕たちのふるさとだ。いつの日かきっと帰ってこよう。ベルキンたちは再びあの町を取り戻すことを決意するのです。
Thank you.
しました。